この面構え広っじゃん。これ二段作りというか、この天井土間、この店舗スペースがあるんです。なんかこの部屋だけなんかちょっと洋室っぽくてね。なんでやろ、何これ、びっくりしました。どうも、明谷勝也です。 SDGs、 今日はですね、スタジオなんです。でなぜかと言いますと、高知県の宿毛市というところに空き家の相談が、実は持ち主さんがですね、有名な方でして、では早速ご紹介したいと思います。元阪神タイガース中西京子さんです。どうぞ。どうも、どうも、ありがとうございます。どうも、なんかこういうスタジオはね、中西京子虎の穴というチャンネルですね。 YouTube のチャンネルを撮ってる私のこのスタジオ、はい、なるほど。ぜひチャンネル登録をお願いしたいなとお願いします。今回ちょっとお話がありまして、はい、ご実家になられるんですよね。そうです ね。何年ぐらい空き家になってたの。5年か6年ぐらいですね。奥の人に住んでたんですけど、はい、もう奥が施設の方に入っちゃったんで、はい、誰も使ってないということで。なるほどですね、もう行ってきましたんで、お宝の品がいっぱいあったんですけど。ありました。ではどうぞ。はい、やってきました、高知県宿毛市。早速行ってみましょう。めっちゃいいお家。玄関までのこの庭、むちゃくちゃ広いですね、これ。そしてこの面構え、楽しみです。行きますよ。失礼します。広っ、玄関広っ、すごいなこれ。やっぱり名家ですね、名家の玄関。この踊り場、この玄関からのこの踊り場、こんなスペースなかなか取れないですからね。こちらからご案内していきます。じゃん、これ名家和室あるある。8畳続き間16畳です。しかも畳がでかいやつ。そして欄間ですよ、欄間。今ないですよ欄間、もう職人さんも少なくなってきて。こんな素晴らしいこの松竹梅の欄間作れる人なかなかいてないです。奥行きますよ。はい、神棚、床の間、奥の部屋ですね。で僕一番びっくりしたの、まずこれドン、はい、天井。さっき言いましたね、ランマ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 。これしかもこの二段作りというか、この天井、これ完全あの宮大工さん作ってます。これはなかなかない作りですよ。すごい、ちょっと感動しました。さすがやっぱりこの名士って感じの家。いやいいですね。でちょっと中西さんのこのミスタータイガース燃えた中西とか、この懐かしいやつがありつつ、そしてこれ一番びっくりしました、はい、千代の富士さん、北東海さん、中村監督、中西さん、岡田元監督。何これ、阪神ファン大感激です。これこんなん置いとっていいのかな、ほんますいません、ちょっといじりましたけど、はい、最高の和室に最高の素材置いてあります。はい、次いきますよ。でこちら行ってみたいと思います。はい、じゃん、ダイニングですね、ダイニングキッチン。ここはね、多分リフォームされてると思いますね。このフローリングしっかり貼られてますので、だから床がねしっかりしてるんですよね、素晴らしい。でキッチン、こちらこれね、2700m70cm のキッチンだと思いますが、ちょっとやっぱここは古いんでね、これはちょっと取り替えないといけないかなと思います。でこちら今ですね、ちょっとおこた置いてますけど、いいですね。そしてちょっと皆さん後ろ気になってると思いますけど、これじゃん、ここでもともと酒屋さんをやってらっしゃったみたいなんですね。だから土間、この店舗スペースがあるんです。ちょっと後ほど外から回りましょう。一旦こちら玄関戻りまして、はい、奥に行きます。ここからはね、廊下が続いて、今の後ろ水回りの動線です。お手洗いここあります。でこの廊下を渡って洗面、お風呂。広い、これタイルもしっかりこれ張り替えてますからね、十分使えますよこれ。これお掃除だけで使えます。で先ほどの今に戻ってくると、これぐるぐる回ってますね、ぐるぐる。もう一回戻りますよ。いや面白いな、この回遊できるお家。そしたら次上に行きましょう。この階段もこうふわっと吹き抜けになってていいですね。これね3部屋あるみたいですね。じゃあ奥から行きましょう。
はい、6畳の和室。この柱、さっき用ボタンです。この柱、これ4寸太いんですよ。こういうのがこの合間合間に使われて、こう投資柱じゃなくて、これ管柱で使われてるんですね。これ日本家屋のいいお家っていうのは、こういう太い柱をねしっかり使うんで最高ですね。そして隣、こちらは和室8畳、広い、畳広いんでね、やっぱね普通の8畳より広い、だからゆったりできる8畳なんですよ。これ多分都会に住んでらっしゃる方だと8畳のイメージよりも 1.2 倍ぐらい大きいです。で外もあのお庭が見えますから、いいですね。はい、もう一部屋、なんかこの部屋だけなんかちょっと洋室っぽくてね、なんか扉もこうなんかしてなきゃしっかりしてるんです。鍵かかる、なんでやろ、ドン、びっくりしました。中西さん部屋です。ここ阪神タイガース、これ優勝してる、これパネル、日刊スポーツの写真、高知商業の時の優勝の時の写真からのこちら、これもファンにはたまんないですよ。これこんな写していいんかな、じゃーん、トロフィーの数々、うん、見て、若獅子賞とか、これはもうえぐい、これはもう阪神ファンとしてはえぐい。はい、月間 MVP、 数々ですよこれ。ソニーのベータですよこれ。高知商業14-6悔しきた、中西さん出てる試合なんでしょうね。延長高知賞さよなら勝ち、いいですね。どこと延長したんか知らないですけど、いいですね。いや中西さん、これもったいないですよ。このままこれなんとかちょっとせやかんすね、これ。はい、お家の全体像ちょっとお家しましたけども、じゃあ次ちょっと外回り行きます。これ道路先に戻っていきますね、道路。はい、そしてこれ外から、ほら外からこれ中入るんです。これもともと酒屋さん、ほらこうやって入る、どう、めっちゃいいよね。これなんかほんまにバイクいじれるよね一度と思ったら、こういうのいいよな。これさすが元酒屋さん、いいね。はい、でちょっと表出ましょうか。ここは駐車場ですか。これ駐車場、ここ多分4台ぐらい行けると思います。4台は止めれる、で表の庭も止めれるからね、結構止めれるよね。はい、そしてこちら倉庫です。ちょっと所有者さんの荷物まだ入ってますけども、これだけでかい倉庫あります。毎回思うけど、やっぱ倉庫いいよね。倉庫でけへんもんな、ね、でここやっぱもともと酒屋さんやから、じゃん、こんなでかい冷蔵庫びっくりせえへん、これ絶対使えるもん。まだほら見て見て、ちょっと荷物入ってるけど、ほらすごくない、これ魚釣って置いとけるよね。いいじゃん、すごい。ここ実はもう一個最高なところがあるんで、ちょっと行ってみたいと思います。見えてきましたよ、じゃん、つくも湾です、海です。見てください、この穏やかな漁港、海めっちゃ綺麗です。で全国から釣り好きな人がかなり集まってくるらしいです。ここから釣り船で島に渡ったりとかしてですね、釣りされるらしいんですけど、全国から来てるんですって。それが歩いて30秒ですよ。もしあそこプライベートスペースとかにして、もしくは民泊とか運営して、自分が好きな時にあそこに来て釣りしてさばいて冷蔵庫入れてみんなでご飯食べる、どうですか、最高ですよ。こんな場所ないです。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。中西さんもいっぱいあのトロフィーとか置きっぱなしだね、はい、もうちょっとなんとかしたらどうかな、あんな栄光をですねあのままにしてるっていうのは僕どうかなと思ったんですけど、 あのまま良かったな、さすがにいますけど、マジですか。いやあれはなんとかしましょうと思ったんですけど、素晴らしい立派なお家でした。あ、そうですか、ありがとうございます、はいはい、もう僕もほぼ帰ってないんでね。あ、そうですか、で街もね、海も近くて綺麗でしたし、もう、ま、もうあの子供の頃はね、はい、もう家から本当バーッてダッシュして海飛び込んでましたから。あ、
はい、もうそれもそれが今でもできそうな町でした、はい、で、あのお家なんですけども、うん、僕は貸す方がいいかなと、うん、いうふうに思ってました、まあ、その辺をね、和田ちゃんにね、ちょっと相談乗ってよということでね、はいはいはい、まあ貸すんですが、せっかく中根さんのお家なので、うん、なんかこんなことやりたいとか、はい、こういうことをここで教えてみたいんだみたいなことを、なんかやっぱりこうあそこからですね、プロ野球選手になったってい う, こうチャレンジの家でもありますからそういうですね、なんかこんな使い方したいっていう人に、はい、ぜひ貸すっていう形でいきたいなと僕は思っているんです。そうですか、はい、で、はい、お家賃もですね、うん、ちょっとこの金額で借りたいと、下手したらとんでもない金額来るかもしれないんですけどもそれでもですね、はい、面白い使い方とかしてくれたら、はい、僕はいいんじゃないかなと思ってますので。なるほど、もう任せます。もう本当に何も考えてないんで、はい、そういったことをですね、ちょっと全体的に考えて、お家賃も一緒にご提案いただければ今回嬉しいかなというふうに思いますので、皆さんぜひコメントでいろいろご相談いただければなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあ中根さん、ちょっと最後ですね、はい、僕らいつもこれですね、はい、はい、これやってるのでちょっとお願いしてもよろしいですか。空き家、いいよやつ違う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 、ええやん、空き家、やんですね。空き家、栄養じゃないですか。ええやん、空き家、やんね。じゃあこれ、このままね、最後あ、もっとね、あの登録の方、はい、よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。ええやん、空き家、やん、ありがとうございました。ありがとうございました。